ユミル、またはイミールは土星の第19衛星である。逆光軌道で土星を公転する不規則衛星で北欧軍に属する。2000年8月7日にブレッド・ジェイ・グラドマンが率いる観測チームによって発見された。観測が行われたのは地理にあるヨーロッパ南天天問題のラシア天文台である。発見は同年10月25日に 国際天文学連合のサーキュラーで公表され、S-2000S1 という仮符号が与えられた。2003年8月8日に、北欧神話の天地創造に登場する、下の巨人たちの祖先である、原始巨人ユミルにちなんで命名され、サターンジックスという確定番号が与えられた。ユミルのアルベドを0.06と仮定すると直径は 18km と推定され、 軌道周期が3年を超える土星の衛星の中では最も大きい。土星からの平均距離は約2312万 8000km で大きな軌道離心率の軌道で1315日ほどかけて土星を一周している。2013年3月に土星探査機か C2 によって時点周期が測定され11時間55分20秒であることが判明している。 またスカジとともに、イアペトスやヒッペリオンの表面に降り積もったくらい、物質の供給源である可能性が指摘されている。ありがとうございます。